チでズー。みんな大好きなゾウ。ゾウといえばこの長いお鼻。ゾウの鼻は鼻と上唇がくっついてるんだよ。この鼻で上手に餌を食べるよ。いろんな餌をあげたので観察してみよう。ゾウの何でも食べちゃうゾウ。レッツ観察。さつまいも。どうやって食べるかな。モデルはスズコです。鼻を上手に使っています。次はこちら、一気に見ていきましょう。バナナは一口でパク。お次は細い人参。こちらも楽勝。小さなリンゴはもっと小さなジャガイモ。鼻で巻き取って、さらにさらにどんどん小さくなりますよ。細いアスパラガスは鼻で上手にまとめるよ。大好物の黒糖。かけらまで残しません。もっと小さな乾パンはちょっと苦戦していますが、一気にパク。これは小さいぞ。え、今何したの？スローで確認してみましょう。鼻先に注目。あ、吸い込んだ。鼻で吸っていました。こんな食べ方もできるんですね。お次は大きな葉物野菜。白菜とキャベツ。丸ごと一玉。鼻で持ち上げて。山盛りキャベツも鼻でまとめて。主食の牧草。乾燥してるよ。上手にほぐしてるね。夏のごちそう。生の牧草。今度はミネコ。鼻で束ねて。さらにこんな食べ方も。土や雑草を払ってるよ。グルメだぞ。硬い竹。こんなの食べられるの？またまたスズコ。足で竹を押さえて、鼻で葉っぱをちぎるんだ。太いところはどうするの？豪快に踏んで、鼻で細かくしてから、まさかの食べません。いえいえ、ちゃんと食べますよ。最後は春の味。大きなタケノコ。なかなか苦戦しています。今度は足を使いました。いろいろ工夫するんですね。ごちそうさまでした。いろいろな食べ方をしていましたね。突然ですが問題です。え、何？スズコは鼻を左右どちらに巻いて食べていたでしょうか？どっちだったかな。ゾウにはそれぞれ利き腕ならぬ利き鼻があります。え、知らなかった。ご視聴ありがとうございました。わからなかったらもう一度見てみよう。